お疲れ様です。即歌塾の久保です。今回はね、昨日見てきた映画のことをお話ししようと思います。昨日拝見したのが、草笛光子さん主演の90歳何がめでたいという、そんなタイトルの映画でございます。この主演を務めた草笛光子さんは、御年90歳でですね、まだまだむちゃくちゃ元気で、声も大きいしね、動きもシャキッとしてるし、それからヨガをね、 今ででもされてるそうなんですよいやこれはすごいなと思いましたえ実はこの作品の前に、えー、老後の資金がありませんっていう映画がね2年ほど前に公開されてそこでも、まあ、主役級の出演をされてるんですよね準主役ぐらいかなで今回は真っ向主役なんですけどもびっくりしたのがねやっぱりね90歳で映画の主役をできるくらいむちゃくちゃ元気でセリフも入って立ち回りもキリッとしてね やっぱり、まあね、それからやっぱりね見た目にも若いですよやっぱりこの人はでも90歳ですから大東亜戦争にまあその青春を置いてですねで多くの師匠方と共に過ごしてきて大きな同期生を抱えそして今90歳映画の中のセリフでもあるんですけどもお世話になった人や家族や友人は 何も言言わずににあのっってしまたたみたいなね、まあ、そんなセリフが役柄とそれから草笛光子さんご自身の人生に重なってなんかこうジンとくるものがあったなとそれでね今回唐沢利明さんも3枚目役で出てるんですよでこの草笛光子さんのなんかいいコンビでね最初から最後まで2人1組でやってるんですけどもこの唐沢さんの3枚目ぶりもかっこよかったもう本当にねジンときてね 泣けるところが何箇所もあってすごく地味なストーリーではあるんですけどもこの50代の私の心にはかなり響きましたねで今回の映画ね、まあ、またしてもなんですけども私ね80歳の母と一緒に行ったわけですよでこれがまた良かった、まあ、私の母もねこの草笛美ス子さんも好きだし唐沢俊明さんもよくねドラマを見てるってことでまあ同じ目線でね母と見れたかなっていうのとあのやっぱりね親子で好きな映画が あって映画館で一緒に行けて、まあ、予約のチケットを取ったりね現場に行ってそれから見終わった後に「ああだったねこうだったね」って帰りながら話していたりとかそれから映画のパンフレットをね買ってみたりとかねなんだかこう本当に友人のような付き合いもできるなということでね私としてもとってもいい時間を過ごさせてもらったかなとでこの草笛光子さんなんですけども私がこの人のねファンになったのはあの結婚できない男っていうね 阿部寛さん主演のテレビドラマがあったんですけどもそこでお母さん役で出てたんですよねそれからもう一つ熟年離婚これ渡哲也さんの主演なんですけどもこちらの方でも主演の渡哲也さんの田舎のお母さん役って形でねどちらもまあ姑としてはね結構ね厳しい役をされていたんですよね本当になんかこう 意地悪そうななでも愛情たたっぷりみたいなね純日本風なおばあちゃんの役をやってたわけですよ優しいんだけども厳しいとそんなとこじゃないかなと思いますでやっぱりねすごいのがまたね原作者の佐藤愛子さんはこれ100歳でこの90歳何がめでたいっていう書籍を出されてるんですよでそれを主演して映画にしたのが草笛光久さんということでね 映画館にいらっしゃった方も劇場の10分の1ぐらいの入りだったわけですけどもねスカスカだったわけですけどもまあそれなりの年齢の方とかねちょっと体を壊してらっしゃる方とかがいてまあなんとなくねみんなねあ草笛光子さんみたいに90歳でもここまで元気に映画の第一線で活躍できるようにそんな姿に憧れるなーみたいな思いを持って映画館に足を運んだのかなと思うてね なんかここうとくるもものがありましたねそこでもね私もあとこれからの人生ってのね30年40年ともしかしたら過ごしていかなくちゃいけない時に90歳何がめでたいってこのね今回の作品はいつまでも私の心に残っていくのかなと思いますで90歳になるとね楽しみや喜びもたくさん経験されたのかもしれませんけどもでも多くの方と分かれてきて寂しさだけが人生 まあこんなね、セリフが映画を見ながら私の脳裏を駆け巡ったわけですけども、これからもね、私たち50代の人生の先には、出会いよりもきっと別れが多かったり、手放すべきものがあったり、なんかこうね、置き去りにするような、そんなものがたくさんあるのかなと思います。で、いろんなものをこう失ってきて、いろんなものを手放してきて、そして自分っていうのが一体どこまで添い落とせるのかなと、そして自分は何者なのかなってことが、 80歳か90歳ぐらいにやっと見えてくるのかなと思いますね映画の中で口つわぶいみさんがね90歳になってやっとわかりましたみたいなセリフがあるんですけどもこれが謙虚さだなと思いましたね90歳になってやっとわかったもしかしたら80歳で死んでいたらわからないまま死んでいたかもしれないでも長生きして何がめでたいんだとひねくれることもあったけどもいやでも確かにここまで生きてこられて ここういういととだだったんだねとかねか人々の優しさや頑張りにものすごく支えられてきたなとこれからそういう人をやっぱり少しでも応援したいなと思う気持ち、まあ、こういったところにまさに向かっていく人生素敵だなと思うばかりでございました今回は原作者の佐藤愛子さんに対してもですけども主演をされた草笛光子さんそして草笛光子という女優もっと言ったらねその人そのものに 多くの魅力を感じたそんな映画鑑賞になりました皆さんもね今上映中ですのでよろしかったら劇場に足を運んでみてくださいそれでは今回は以上です